生き霊、精霊、生き霊、小、量、精霊、生きす玉とは、生きている人間の霊魂が、体外に出て自由に動き回ると言われているもの。対語として資料がある。人間の霊、魂は自由に体から抜け出すという事象は、古来より、人々の間で信じられており、多くの精霊の話が、文学作品や、伝承資料に残されている。工事園によれば、 精霊は生きている人の音量でたたりをするものとされているが、実際には恨み以外の理由で他者につく話もあり、口述、死の間際の人間の霊が精霊となって動き回ったり、親しい者に会いに行ったりするといった事例も見られる。古典文学では、源氏物語、平安時代中期成立において、源氏の愛人である六条を見やすどころが精霊、生きす玉、ま、となって、 源氏の子を身ごもった青いの上を呪い殺す話があまりにも有名であるが、能楽の青ゆえもその題材の本案である。また、今昔物語集、平安末期成立の大見国の精霊が刑に来たりて人を殺す話では、ある身分の低い下老の者が四つ筋で女に会い、防民部大部の屋敷までの道案内を頼まれるが、実は、 その女がその大部に捨てられた妻の精霊だったと、後になって判明する。屋敷に着くと、門が閉ざされているのに女は消えてしまい、しばらくすると、中で泣き騒ぐ音が聞こえた。翌朝訪ねると、家の主人が自分を病にさせていた、大海の妻の精霊がとうとう現れた、とはきたて、間もなく死んだという。下郎が、大海までその夫人を訪ねると、おすだれ星に越見を許し、確かに、 そういうことがあったと認め、霊の品などでもてなしたという。憎らしい相手や殺したい相手に精霊がつく話と、比べると数が少ないが、恋する相手に取りつく話もある。江戸中期の随筆集、沖流五十六巻、末藤屋幽霊によれば、教法十四か十五年、七百二十九年から三十年、京都に、松藤屋徳兵衛の十四、五歳の息子、松之助に、 近所の二人の少女が混用し、その霊が取り付いた。松之助は、過酌に苛む様子で、宙に浮くなど体は激しく動き、霊の姿は見えないが、それらと会話する様子も繰り返された。ただし、霊の言葉は、男の口から発せられていた。家ではついに巧妙な造会、都市孵化し、1682から 1733? にすがり尺伏を試みて、 松之助の病も回復したが、巷に噂が広まり後期の見物人がたかるようになってしまった。また、漢文時代の祈談集、ソロリ物語にある一編では、女の精霊が抜け首となってさまよい歩く。ある夜、上方への道中の男が、越前国北の将、玄福石の沢谷というところで、石塔の元から鶏が道に舞い降りたのを見る、と思いきや、 それは、女の生首であった。男が切りつけて、その首を、府中、上肘、竹雄史上史家、の家まで追い詰めると、中で女房が悪夢から目覚めて、夫を起こし、外で男に切りつけられて逃げ惑う夢を見たと語る。このことから、かつては、夢とは、精霊が遊び歩いている間に見ている光景という、一解釈が存在したとが伺える。 死に瀕した人間の魂が精霊となる伝承が日本全国に見られる。青森県西津軽郡では死の直前の魂が出歩いたり物音を立てるのを天人、天人と言い,い、会いたい人のもとを訪ねるという。柳田国夫によれば天人と同様秋田県仙北郡の伝承ではこのように自分の魂を有利させてその光景を夢見、できる能力を 飛び騙しと称していた。同じく、秋田県の数の地方では、知人を訪ねる、死に際の精霊が、面影、面影と呼ばれていたが、生前の人間の姿をして、足が生いており、足音を立てたりもする。また、柳田の著書、唐の物語周囲によれば、岩手県唐の地方では、少女や死者の思いが凝ってで歩く姿が、幻になって、 人の目に見えることをおまくと称し、その一例として、召喚、急性熱性疾患で重体なはずの娘の姿が、死の前日に土淵村港願寺の工事現場に現れた話を挙げている。塔の物語に関して、柳田の主要情報源だった佐々木貴善は、この時まだ幼少で、柳田は目撃現場にいた別の人物からこの令和を収録したとしており、 佐々木当人は、おまくという言葉は知らず、ただ、思いおまく、おそらく、思い思い吐くと、こと表現には、覚えがあることを、鈴木東蔵が尋ね出している。能登半島では、死人坊、死人坊といって、数日後に死を控えた者の魂が、旦那寺へお礼参りに行くという。こうした会議は、他の地域にも見られ、特に戦時中、遥か、日本国外の戦地にいる、はずの人が、 肉親や知人のもとへ挨拶に訪れ、当人は戦地で戦死していたという伝承が多く見られる。また、昭和15年、1940年の三重県梅、戸井村、現、稲部市の民族資料には前述のソロリ物語と同様の話があり、深夜に男たちが火の玉を見つけて追いかけたところ、その火の玉は酒蔵に入り、中で眠っていた女中が目覚めて、 大勢の男たちに追いかけられて逃げてきたと語ったことから、あの日の玉は女の魂と分かったという。江戸時代には精霊が現れることは病気の一種として、離婚病、離婚病、影の病、影の病、影はずらいの名で恐れられた。自分自身と寸分違わない精霊を目撃したという、超常現象のドッペルゲンガーを彷彿させる話や、精霊に、 自分の意識が乗り移り、自分自身を外側から見たという体験談もある。また、平安時代には、精霊が歩く回ることを、悪がると呼んでおり、これが、憧れるという言葉の由来とされているが、あたかも体から、霊だけが抜け出して、一応の人のもとへ行ったかのように、思いを寄せる、あまり心ここにあらずといった状態を、憧れるというためと見られている。牛の時参りは、 牛の時にご神木に釘を打ちつけ、自身が生きながら鬼となり、恨めしい相手にその鬼の力で、たたりや災いをもたらすというものである。一般に言われる精霊は、人間の霊が無意識のうちに体外に出て、動き回るのに対し、精霊の多くは無意識のうちに霊が動き回るものだが、こうした図その行為は精霊を儀式として意識的に相手を、占めるものと解釈することもできる。 同様に、沖縄県では、自分の精霊を、意図的に他者や動物に、憑依させて、危害を加える図装、一邪魔という。また、似ている事柄としては、臨死体験をしたとされる人々の中の証言で、肉体と意識が離れたと思われる体験が語られる、ことがある。あるいは、幽体離脱、霊魂として意識が、肉体から離脱し、客観的に退治した形で、 己の肉体を見るという現象も挙げられよう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。